ラスムスニッセン・クリステンセンは、デンマーク、中央ユラン地域、ブランデ出身のサッカー選手。オーストリア・ブンデスリーガレットブル・ザルツブルク所属。ポジションは DF。2010年に FC ・ミッティランのユース・アカデミーに入所。2015年にトップチームに昇格し、2016年3月7日の FC のアッシェラン戦でプロデビュー。2016年夏に5年契約を締結。 2016から17シーズン以降先発に定着し、2017から18シーズン途中までプレーした。2018年1月23日、アヤックス・アムステルダムと4年半契約を締結。2017から18シーズンに8試合で起用されたものの、翌2018から19シーズンは12試合の出場にとどまった。二千十九年七月十九日、 レッドブルザルツブルクと5年契約を締結。同年9月25日のオーストリアカップ2回戦の SK ラピードウィーン戦では延長後半終了間際に南の匠の決勝ゴールを演出するアシストを決め2から1の勝利に貢献した。2016年からユース世代のデンマーク代表でプレーし2019年には U-21 代表として UEFAU-21 欧州選手権2019に出場。2021年9月に 2022FIFA ワールドカップヨーロッパ予選に向けてのフル代表に初招集。4日のフェロー初当選でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。